いやー、どうしよっかな。クリスマスプレゼント、オーダーグラブあげたいんだけど、さすがにもう時間ないよな。おおおメリークリスマス。サンタさん。クリスマスプレゼントお探しかね？そうなんですよ、プレゼントせっかくなんでオーダーグラブあげたいんですけど、もう時間なくって。短時間でまるでオーダーグラブのようにかっこよくできる方法あるんじゃぞ。本当ですか？どうも、伊藤ちゃんです。今回はですね、クリスマスプレゼントにグラブを贈りたいなと思っている方いらっしゃると思うんですけども、どうせならですね、特別感を出すためにオーダーグラブで用意したいなと考えている方いらっしゃいませんか？オーダーグラブなんですけど、メーカーにもよるんですけども、30日から80日間ぐらいかかっちゃうんで、クリスマスに間に合わないよというふうになってしまうんですね。今回紹介するのは、市販のグラブをまるでオーダーグラブのようにかっこよくできる方法があります。これからご案内していきたいと思います。それではですね、今回使っていくグラブはこちらのグラブです。水野さんが出しているこちら、本体色がブロンドというですね、今年すごい人気になったグラブの色になります。こちら市販品ですと、ブロンドの本体色にこれが一応ブラウンの紐を使ってますね。あとは、紐からもブロンドの、レースを使っているグラブも販売してるんですけども、これをですね、スポーツデポアルペンではですね、交換用のためにレースを単体で販売してます。これをですね、お客様選んでいただいて好きなカラーに変えることがですね、実はできるんですよ。そうですね、どんな色があるかレース売り場に行ってみましょう。それではレース売り場がこちらになります。見てください、レースこれだけたくさんのカラーがあります。では坂氏、今回こちらのブロンドカラーに合わせるカラーはどの紐を使いましょうか？クリスマスカラーの赤で。赤で。こちらの今回はですね、ブロンドのグラブに赤色のサンタカラーでアレンジしていきたいと思います。グラブのレースは所属している団体連盟によって使用ができないカラーの組み合わせがあります。ご不明点があればお近くのスタッフまでお問い合わせください。そうですね、こちらのグラブ探しよく覚えててください。はい、ではこれではこれからですね、かっこよく加工していきたいと思います。よし、これで、はい、では完成しました。坂下くん、こちらを向いてください。どうぞ。うわ、すげえ、全然違う。かっこいいでしょこれ。めちゃくちゃかっこいい。皆さんも見てください、これまるでオーダーのようにかっこよくなってませんか？これがですね、だいたい余裕を持って1週間ぐらい、見ていただければ、このようにまるでオーダーのようにかっこよくすることができますので、クリスマスプレゼントでお悩みのお客様、ぜひこれもですね、考えてみていただければなというふうに思います。それでは今回ですね、クリスマスプレゼントのお悩みのお客様にですね、短時間でまるでオーダーグラブのようにかっこよくできる方法をお伝えしていきました。皆様の参考になればなというふうに思います。またですね、この色の組み合わせどうなのっていうふうに心配されている方いらっしゃいませんか？全国のスポーツデポアルペンではですね、優秀な野球スタッフがおりますので、こちらもぜひご相談いただければというふうに思います。またですね、コメントもお待ちしておりますので、どしどし入力していってください。それでは皆さん、良いクリスマスを。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。